先にブレーキを取り付けちゃいますよ。これここだったっけ？違うな。これだ。これあとあと。あとあと。あとあと。先に通さない。先に通して。通して。これ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 。通して。開放側でこんなもんかな。ちょっとかけてみましょう。ブレーキを。さあどうですか。わかりましたか。おかかってますね。はい。ここから次はメインのロックナット君を回しますよ。メインスタンド外します。今度は前に進んじゃうから、前に進まないようにドラムブレーキをかけておくと。で、このロックナットさんはね、12キロ、これのほぼ最大値に近いんだね。どこだ、記録の。ここだね。10.7 はここだから。あったあったあった。これぐらい。はい、それでは行きますよ。押さえといて。はい。はい、OK。そんなにバカ力じゃないですからね。言っときますけど。大体そうだな。この感じでいくと、この長さで35キロぐらい持ち上げるような感じなのかな。そんな感じ。で、これは緩めとくよ。これもセンタースタンドかけなくてもいいね、このままで。じゃあまだロックかかってますよ。ただあとはもうマフラーつけて終わりだよね。もう全部ついたからね。うん。
ょっとチェックしてみようか。よいしょ。じゃない？ただ次はマフラー付け。これ液体ガスケット。液状ガスケット。ちょっと何もないから指で付けちゃいます。グリグリっと差し込みますよ。グリグリグリっと差し込みますよ。よいしょ。無理しないようにやらないとね。すんなり入っちゃった。ここだ。で、広げながら、広げながら、あれ、広げながらこっちへ持ってる。よいしょ、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 ね。よし、で、つけていきましょう。つけるの忘れちゃったな。いや、こっち下だけつけましょう。これの締め付け登録を忘れてたんだけど、忘れないように俺書いといたんだ。この5って5キロです。こっちも5キロ。終了。チェック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 。オッケー。これも閉めた。オッケー。いいですね。おしまい。YouTube でご覧の方は北を押して登録してね。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。